妹ラジオのんべんだらり始まりました。のんべんだらりです。こんばんは、こんにちは、こんにちは。私が今、はい、プログラミングの勉強をしています。はい、ね、頑張ってますね。うん、 JavaScript のコンピューター言語を習い始めて、はい、で、それが5週間で一通り学ぶというやつですけど、うんうん、で、ミスエンジニアという女性がそのキャリアアップというか、うんうんうん、女性のプログラマーというかエンジニアを育成しよう、ほうほう、いう、そして女性の自立をみたいな感じの企業が、うん、スタートアップした企業がやっている。はい。けれど、はいはい、その事業の中身は、プログラミングのそういう学校、うんうんうん、いろんな学校があるんやけど、コードクリサリスっていう、その、プログラマーを養成する学校みたいな。スクール、うん、海外ね、じゃあそうやね、海外の、うん、海外のものを日本に持ってきて日本でも展開しているとほうほうほういうカリキュラムを学んでいます。はいはい。で、ミスエンジニアからはもちろん女性だけっていうか、まあ、た、まあ、これから多分本人が性自認で女性と思う人は、入るんかなと思うけど、うん、女性ばっかりな。うん。女性ばっかりで20人。うん。で、講座をオンラインで全部。うん。ほんで、3月の終わりから、うん。始めて、いよいよ今週が最終週になりました。ほう。ママです。本当に大変だった。講師先生とかは見えるの？講師の先生が見えて、うん、あと講座がある感じな。そう、講師の先生が Zoom で講座をしてくれる、うん、で、オンラインテキストみたいなのもある。うんうんうん。で、まあ、説明をざっと説明を聞いて、うんうん、なんていうの？英語で言うとさ、うん、アルファベットを書くところから過去分詞とかさ、うん、受け身とかあるやん、うんうん、なんかそういうような感じで各単元で学ぶみたいな感じ。はいはいはい。で、まあ、先生はいろいろで、うんうん、その日によってまあ大体同じ先生なんやけど、うん、でもその先生に聞くっていうか習うんやけど、先生以外にアシスタントティーチャーみたいな人がだいたい毎回授業の中に2人、そのメインの先生以外に2人ぐらいおる、うん、へえ。で、一通り授業を聞いて、で、ペアは、うん、ペアでその受講生が、うん、ブレイクアウトルームに分かれて、だいたい2、3人ぐらいで、ちょっとこう、なんていうの、問題を一緒に解くとかっていう時間があるの。うんうんうん。で、そこに、先生たちが、どこかのルームに入って回ってくれる。うんうんうん。というのをずっと繰り返して。へぇ、はい、それはグループで、なんていうの、うん、一つの問題を共有しながらみんなで作り上げていくっていうこと？作り上げることは無理です。あ、そういうことじゃない。まだ、ね、全然一緒に作り上げるところまでは行ってなくて、本当に、その、基礎演習っていう、なんていうの？毎回、宿題が出て、うん、その授業でやったところの問題がいくつか出される。うんうんうん。次の授業までにできればやりたい。けれど、うん、まあ、出来やんの。まあ、大抵でき。うんほんで、うん、次の授業の最初に小テストがあって、うん、その前の
授業でやった単元の小テストをやる。うん。うん、で、解説を聞いて、で、そこで質問して、うん、で、次のその日の授業をやるっていう、ずっとその繰り返しだけど、うんうんうん、分からんわけ、全然、本当に。うん。ああ、難しいな。それは、あかねちゃん以外にも宿題がない人もいるの？おる。それはみんなどれぐらいの割合でやってこれるの？いやもうね、本当にね、実力がね、ピンキリない。もともと実力がある人おるの？そうそう、そういうこと、そういうこと。おるおる。ちょっとやっとったとか、今まで自分で勉強しとったとかいう人もおる。へぇ、だからそういう人たちはやっぱり、まあ、早いと思うし、理系の人はやっぱり早いと思う。そんなんでさ、もう。うん、7たす5がさ、違う。7たす8がさ、分からんかった人がさ、私ね。うん、さ、うん、できるわけないと思いながら。7たす3段分からんかった。小学校1年生の1学期に、どうやって考えても7たす8が分からんくって。あ、うん、小学校な？そう、小学校の時ね。うんうん、でもまあ、もうずっと理系は無理と思ってきて、で、初挑戦で、うん、これ無理なんかどうか、どうなんやろうって思っとる。あ、今もね、now。now。あとは、ちょっと聞きたいんやけど、聞いてください。私、息子がおりまして、息子は理系、うん、理系が得意というよりは、得意じゃない理系がすごく好きな。うん、うん、うん。で、なんか、あかねちゃんがさ、プログラミング習っとるんやけど、あんたもやるって聞いた。うん、そしたら、うん、何をするのって言ったから、なんか最終的にアプリとか作れるようになるらしいでって言った、うん、そしたら、うん、でなんか言語使うみたいよって言ったんね、うん、そしたら国語とかそういう日本語とか言語が苦手でも、うん、そんなプログラミング言語できんのって言われた。またそれは違うの、うん、国語能力とかとは違うの？違う、うん、じゃあそ言語っていうのは、うん、読解力とか国語の能力とかそういうのは全く全然違うの、言語という名前はついているけれど。うん、違う。そうなんや。うん。違う、説明ができやんぐらい複雑なんやな、きっとな。ね、先生がめっちゃ綺麗に説明するの。喋りながらコードを書くんや、うんうん、ですよね。で、きっとエミーはさ、喋りながら、なんていうの？こうや、絵を描く、イラスト講座とかやったやん。こうやって頭を描きますとか、こうやって輪郭を描きますとか言って、うんうんうん、ここのポイントは髪型ですとかいうのとかをさ、言ってくれたのを見たことがあるの、私はね、エミーがやってたのを。はい、うんうん、ああいう感じでスラスラってコードを書くんや。まあ慣れてるからな、もう分かってるからな、うんうん、毎日それをやって見えるか方やからさ、そうそうそう、その世界に住んで見えるからそうなん、うん、本当そういう感じ。うんうん、うん、あーすごい。ほんでさ、うん、まあちょっとみんなに見てもらおうと思って、もうこれは、うんうん、もうこれ、あかりちゃん無理やわって言うか、うん、やってみたいと思うか、ちょっとこれ共有するわ。うん、はい、うん、見たい見たい。見て。見える。うわ、あー、頑張っとるね。もう、すごいわ。これはね、3日目。授業3日目。これもまず、ここのさ、5がここの合業なんだね、はい。はいはいはい、はい。アンディファインドっていうのは、なんていうの、見つかりませんっていう。うんうん、表示されてる。なんでここがアンディファインダーなのか、もう今わからんし、私は。だから、出とる方がいいと思う。こっちやな。13。
もう難しいわ、はい。なんて言ったらいいの？ここ10行目。うんうん。ともかく何かを始めるときにファンクションっていうのを言うの。うん、うん、今から始めますよ、と。はいはい。うん、こっちがコードを書く場所で、こっちがコンソールと言います。うん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 。うんで、うんうん、この10行目で何をしているかというと、始めます。アベレージなので、もとこさん、アベレージは何ですか？平均ですね。そうです。うんうん、はい。平均を出しますと。うん、うん。はい。で、ナム1、ナム2というのがありますと。うん、ナムは何ですか？ナンバーの意味です。はぁ。はい。あ。そうです。な、うん、で、リターンっていうのは、イコールじゃない、うん。まあ、計算で言うと、イコールな。こういう、んと、日本語で、国語で言うと、つまりって感じ。うん。結果、みたいな。うん、うん。結果として、11行目に行きますが、結果として、数字の式が出るのね、ここで。はい、はい。数字1番、数字2番、うん。はい。括弧で。これはもう算数ね。割る2と。うん。うん。うん。で、それだ。そうすると、はい、この13番ね。コンソール .log っていうのが、はい、こっち側のコンソール上に、うん。表示してくれんの、答えを。はい、はい、はい。で、このアベレージ5、うん、カンマ5。うん。この5、一つ目の5が、うん、ナム1に当たるわけ。はいはい。だから5って出なきゃいけない。あ、出とるやん。そうよ。これはもうかできるやつやからね、うん。2番目の5も5なん。うん。うん、では、うん、の、うん、は5なん。5だ。出てるよね。はい、スプリットじゃあ、うん、はい、いきますよ。え、エミさん。はい。これナム1を、はいはい。10とします。はいはい。どこを、10に変えたらいいですか？ほ？え、その13のところのアベレージの後の括弧の数字を10に変える？え、1個目の。そう。ふんふんふん。そうです。どこを変えるの？え、そうすると。変えますね。はいはい。変えた。変えました。はい。変えたら、はい。で、3組みして、いくよ。いくよ。ここ見とってね。はいはい。あれ？出たか？あ、なんか、あった。あ、いいじゃん。そうです。なるほど。そう。うん。じゃあ、これはできていると。これは、うん。これは、コードとしては完成している。なるほど。うん、ね、うん。これできそうと思うやん。うん、できそうと思う。思うやん。まあまあまあ。なら、なんか、できそう。できそうやろ。なんか、できそうやと思ったん、私もこの辺でね。うん。うん。はい。こういう、毎回出るってこと？こういう課題が毎回出るの？これを作りましょうみたいなのが。そう。うん。課題は、そう、うん。そういう課題が出る。うん、もう、うん、結構、急に発展した問題になってやってくる。なるほど。ちょっとそんなん言われても困るみたいなのが出てくる。うんうん、ちなみに、宿題は、はいはい。宿題は、でないね、宿題ね。基礎演習をあ、そっか。完成させましょう。あ、これを見る。宿題が出てくるの。こうやってペアワークが出てきて、うん、ペアワークが出てきて、はいはい。これはな、どういう意味なの？ありますか？そう。こういうのを、どういう風に違うのか調べ、あで、さらに、ここまで終わった基礎、ここからやっと宿題な。なるほど。なるほど。そう。で、ここを、宿題をやらなあかんと。さらに答えが、あへぇー。あはは。わからない。わからない。わからない。シリになった気分。何を言っているのか分かりません。本当に難しい。後半そんな感じやった。もう本当に、うん、そう
そうね。これがどん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 発展して、これ今まだ3日目のやつがアベレージのやつやもんね。そう。これさ、あかねちゃんは、うん、これがなんかベーシックコースで、なんかその上に、これが終わったらステップアップコースみたいなのがあるって言っとったよね。ある。うん。それには進むんですか？進みたいけど、おぉ、試験があるのよ。ちょっと、進みたいけど迷っとる、正直ね。ここまでできやんとは思わんかったんや。そう、で、そこのもう一つのその応用コースに行くには、試験があるの。うん、はい、うん。うん。でね、その試験に通らないと、入れないわけです。うん、それみんな一斉になんか試験があるの？ちょっとね、そこの説明会に私出てないからわからないけど、多分定期的にあるんやと思う。うん、うん。で、それを受け、それは、うん、今見てもらった宿題の、宿題をもうちょっとスクロールすると、中級演習っていうのがあって、ちょっと難しいやつがあるね。で、応用演習っていうのがあるんやけど、うん、中級演習をすらすら解けらんと、うん、合格生らしい。すらすら出来やなかんねや。多分ね。うん。そうか。そうだよね。そうよね。もうね、しか言えやんけど、そんな感じだったらもっとみんなやっとると思うもん。うん、うん。そうやね。うん、そう。ちょうど私は今日、さっき夜に、うん、うん。ビリギャルの映画のアマゾンプライムを娘たちと一緒に見とった。うん、うん、うん。それを思い出した。それ、あれ本当にまああった話やんか。うん、うん、うん。で、それで、なんか意思の、ないところにこう道は開けないよみたいなことを一生懸命励ましとるうん、うん、のを思い出した、うん、いや、うん、私はもう今あかねちゃんが説明してくれた画面も、うん、なんか私にとっては壁紙のような感じでもやんってことやな、もう柄やな、もう入らんくても壁紙ですみたいなね、全然わからん。だから、あかね、すごいと思う。いや、もう私もさ、授業をさ、お金払っとるし、うん、元はもう取れたと思うの、ある意味。理解、うん、もう、ともかくさ、その週3日、週2日、うん、3日のうち週2日は夜に3時間で、週1回は土曜日に朝9時から夕方4時までっていう。お、すごいやん、うん、もうこれは、とりあえず最後まで聞こうと思って。うん、で、聞いたらなんとなくわかるんよ。言うとることはわかんの。うん。うん。そうやね。そう。なんとなくわかって、ランダムにしかも当てられるんや。うん、当てられるんや。そう。じゃあ、これ、ここからコードを書いてもらいましょうかね。あっかねさんって言うのに。一回は当たんの、絶対に。うん、うん。んで、当たって、めっちゃパニックになって、全くわからんくなって、わ、うん、かりませんって言った後に、あ、あれやと思ってわかるときもあるんやけど、うんうんうん、まだそれは、私の本来の姿やからいいんやけど、うんうん、先生は優しいのか、多分、あかねさんもやばいから簡単な答えられるやつを当てようかなって思ったのか、私が運がいいのか。うん、うん。昨日は答えられてしまって。いいやん。うん。でも、こう、実力を超えた、さ、たまたまのまぐれのところに行ってしまい。うん。うん、そう、もう、どうしようと思って。なんかでも、それまぐれじゃなくて、本当に身についたんじゃない？うん、そうな。うん。そうやってね、仲間たちは言ってくれる人もおるんやけど。うん。うん、なんかいきなりそういうことってあるやん、なんか。ああ、あるね、あるある。わからん。だから、こう、ざっくり
ざっくり。ざっくり。これは何を得たのかっていうね、私は本当。うん、ファンクションを使うっていうことだけ、分かったみたいに。でももうこれで、今週末で5週間の期限が来て終わり。で、次その試験をいつ受けるのか、受けるまでに、その今までたどり着かんかった問題とか宿題をやらなかった。やるんやけど、それはまあまた、学習室が設けられとって質問できる場所もあるし、もうあとはコツコツやるしかない。もうわけわからねえけど結構面白いんやっか。あのさ、コードを書く方たちは当然のことからシステムを組むわけやから、すごい効率重視な方たちやんか。そう感じる？そうやって、メンバーはさ、この習っとる側は、まだそう、どうやって効率よくなるのこれみたいな感じ、ね。あ、そう。まだ、方はまだ別か。そう。でも先生たちはよく言う、なんか、一つの、その、物事、例えばクリックしたら、何かが開くみたいなのをするときに、いろんなそのコードの書き方があると。で、別にどれも間違ってないけど、もう、そこで効率よく、どんだけ効率よくするか。そうだよ。っていうのを考えるみたいなのを、聞いて、その、何、小テストの解説の、その授業の始めに毎回小テストを、みんなでやって、それぞれやって、で、そこでもまた当たるんやん。じゃあ、コード言ってくださいみたいな。小テストのコード言ってくださいみたいな言われるから。はいはいはい。で、言って、私たちは必死で7行ぐらいのコードを書くんやん。で、それで、パスっていうか、合っとるんやけど、でも先生がやると、私がやるとこれ3行になりますって言われて。そうやよね。そういうことや。もうね、そういうね、しかもね、答えを教えてくれないわけ。産業になったその答えは見せてくれやんねや。美しいって、なんか感動したんやん、そこは。見せてくれやん。なんで？個別で聞いたら教えてくれると思うけど、答えは一つだけじゃないし、そういう実際の現場になると、ゼロから作らなあかん。だから、答えを聞いとるようでは、あかんのよね。あかんし。なんかコーダーさん方は結構、だから孤独にそうやってみんな勉強されている方が多くて、ひたすらコツコツと。でもすごく時間がかかるもんで、答えてくれるサービスが最近、できたらしい。みんな、おのおのでやるもんで、あっとんってないんか、いまいちこう、だから別にその7行でもできるわけやんか。そう。そういうことやんね。でも、美しいのは本当は3行でできるわけやんね。行動の書き方によっては。そう。で、その3行を探すのにすごく時間かかってしまうもんで、それに応えてくる。ランサーズやったかな、どこかがそういうサービスを、コーダーさんとがコミュニケーションを取れるっていうか。いや、いると、あったらすごい助かると思うよ。全然ちょっと違うけどさ、どうぞ。私が今思ってたのは、私が ISO の資料を引き継いだね。もうやめた人がいて。この方の資料を引き継いだら、そのファイルが、もうあっちこっちファイルが関連付けになっとって、もうすっごい見にくいの。もうなんかこのファイルいらんやんって掘ったら違う。ファイルも消えてしまったみたいなとか、すごいうざくて、なんなんこいつと思っとった。マニュアルがあるので、マニュアルちょっと変えようと思って、マニュアルを触っとったら、ワード作ってあるんやけど、もうすごい汚いのよ。見た目はすごく綺麗に整ってるけど、全然
これこうなっとの、なんでこれが動かんのとか、なんでここがこうなのっていうので、もうこれをどういう風な書式で何を使ってこれをやったのか知りたいと思って、うんうんうん、そこへ行くともうめっちゃ汚くてこれでやったらできるやんっていうのをすごいなんか周りくどいやり方をしてあったりとかしてイラってたことがあったから、なんかこれのすごいコード版がプログラミングのコードが美しいっていうことなんやなと今思いました。うんうん、そういうことだと思う。そういうことできてね。なんかさ、もう片付けもさ、うまくない私がさ、できそうもないっていう気持ちになってくる。もう。頑張るわ、もうちょっと。そう、でもその、なんかさ、そんな新しい概念に出会うことってないやん。そやな。うん。それ絶対無駄じゃないし、やっぱり。私ごめんな、ビリギャル見た後やでさ。ちょっと熱く語るね。熱いの。うん。よかったよ、すごいよかった。もう、うん、さ、人の話がさ、人からさ、いろいろ話聞くやん。うん、うん。いろんな場所で。そうするとさ、なんかもう行動になるんや、頭の中で。なるほど。みんな来とれ、来とれ。これはね、すごいね、あの、理論的思考が身についたんやと思うの。どういうこと？なんかさ、例えば、あの、服が欲しいんやけど、違うな、ランチに行きたいんやけど、はい。何が食べたいかって言われると、和食がいいなって。でも、イタリアンもいいんやけど、とか言って、ごちゃごちゃ喋る。イタリアンなら、あそこの店のあれが食べたいとか。はいはい。そういうのが全部行動にできるんやん。いや、案外向いとるもんじゃん。向いとるよね。向いとるとはもう。うん。わかる。もう、なんかそういうの話を聞くとさ、行動に当てはまっていくの。もう、プペルの時にさ、煙突を見るとさ、プペルが座っとるみたいに見える感じと似とるんやけど、なんか、やばいよ。梅干し食べたらよだれが出るのと同じ感じよ。サブの犬やん、もうなんかそれは。だからさ、そうやって人がさ、話しとるのがさ、行動になっていくと、なんか行動にうまく当てはまらんことを言うんやん、みんな。うん。ワンメンダックとは逆を行くね。そう。うんそうなんで、つまり、今この人ここが矛盾しとるとかさ、ここがうまくつながってないとかが、はいうん、そこでエラーが出て、ちゃんと導き出せないってことやエラー、エラーが出るから、ツッコミができるの、ここの。面白い、そういうこと。そういうことができるようになって、うんうん。で、自分も感動しとる。それ結構すごいことよね。ね。うん、そう、すごい、結構本当に、あ、これはいいわって思うんやけど、コードは勝手やん、うん、実際の。うん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 、でも、なんかもっとちゃんとなの、この、他の仕事、家事とか、学校の仕事とか、そういうのをやらずに、集中してやったら向いとるんかもしれんよね。うん。うん。頑張るわ。そう、嫌いではない。もう難しいって分からんけど。うんうん。うん。でもすごいね。なんかできたらすごいかっこいいと思う。うん。これで私、JavaScript を習得したとって、どうするんやろっていうのはあるんやけど。うん、習得したとて。うん。これが、いやさあ。うん、ちょっとよくわからん。何がしたいんやろって なってきた。多分これでホームページは大体作れるようになると思うの。HTML と CSS もちょっとやったのね。なんか、写真のサイズを変えるとかさ、文字の大きさをいろいろ変えるとかさ、はいはい。そういうのをやったんやけど、うん。うん。なんか、これ、どうなんやろうと。でもそれ知っとんのと知らんのとでは全然ちゃうってな。そうやな。うん。それは明らかに。私、プログラムは組めないけど、
HTML 言語はちょっとならわかるの。うんうん。だから、うん、本当にちょっとだけなんやけど、うん、あのアメブロってもうほとんどさエディターみたいなのがあるからブログを書くのはすごいもう文字入力するだけなんやけど、うんうん、でもなんかここだけこの字の色にしたいとかあの、うんうん、こうしたいとかいうのを、うん、そのエディターを使うのもいいけど HTML で表示させることもできて、うんうん、でなんかそこに HTML でこうやってピッピッてこうやってやるみたいにするとちょっとカスタマイズができたりするのね、うんうん、だから、あ、知っとってよかった、みたいな。うん。HTML とは何ぞや、みたいなのが分かってよかったぐらいは思うから、うん。あがてちゃんは私のこのもっと高度なバージョンなんだと思います。うん。あら、まだそこまでいけないで、頑張るわ、うん。はい。もうちょっと。頑張って。うん、もう、黙々とさ、必死でやり続けとって、うん、こうアウトプットすることがなかったから、うん、アウトプットしようがなくて分からなさすぎて、うんうんうん、聞いて欲しかったから言えてよかった話して、うん、すごいすごい、うん、よかった、うん、でエミもちゃんと10どこを10にすればいいか分かったっていうのは素晴らしいよかった分かった、そう分かったよ、私も分かった、うん、でもそれが一体何の役に立つのかわからん、そうな、ほんとそれでさ何の役に立つのかわからん、だって5と10の平均はいくつって計算したらわかるやん、うん、だからそれが何につながっていくのかがわからない、うん、そうな、これがホームページにどうつながっていくのかみたいなさ、あーね、わからんよね、わからん、うん、でもオートで計算させるようなページを作るんやったらそんでええんちゃうの、うん、そう、そんなさ、そんなタイミングにそうそう出会わへんやん。いやいや、例えばさ、BMI 出すようなページとか使わへん？うん。BMI。うんうんうん。そう、そうやね。体重出てきて BMI 的計画を計算してくれるとかさ。うん。あは。多分自分たち使うような占いのページとかもそういう計算が組み込まれてたと思っちゃう？そういうことで、うんうん、私みたいな依頼する側はそれを知らんから、うんうん、これこうやってやっといてよみたいに簡単にさらっと言うんやんな、平均出せるようにしといてここでって、うんうん、うん、そういうことでもね、でも言われた、ね、私私も一時期コードの勉強と思うんやけど、うん、どうしたらいいかなっていうのをすごいコードばっかり本当システム屋さんの人に相談したことがあって、うん、そしたら、はい、コード屋さんになりたい、コーダーになりたいのって言われて、いや、デザイナーのままやけど、知っとる方が、コーダーさんとやりとりがしやすいんじゃないかと思ってって言ったんやけど、うん、うん、デザイナーでおりたいんやったらやらん方がええんちゃうって言われて。へ、うん、なぜじゃないと手間が分かって、もっちゃんが今言ったみたいに無理やからこれちょっと頼まんとこやみたいなんが先行してしまってデザインに集中できやんやろって言われた、あ無理やったとしても提案としてこういうのがやってほしいんやけどっていうようなことを先に考えてもらわんと同じことの中での世界で考えとられとったら困るやろって言われたいやね、そうね、うん、できる中で考えてもらっとったらあかんから、多少無理やなと思うようなことでも提案してもらわんとあかんからって言われて、なるほどなってすごく腑に落ちて、じゃあ私はちょっと行動はもうやっぱり勉強せずに行きますっていう結論を出せたのが、うんうんうん、なって思ったことがある、そうやね、うんうん、納得する、すごく、うん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 、でもなんか分からんとモヤモヤするのはずっと残るけど、うん、私無理難題を言っとんやろかみたいなのはずっと思うしそうやね、無理難題かどうかさ、うん、分からんからさ、本当にすごい簡単なことなのにすごい難しいふりされたらさ、騙されるやんそれを何回も感じたことがあるんよね、うん、あるので、あるし、その金額設定をできやんから困っとんねやっていうことを説明したいけど、
そろばんが弾けやんから困っとるんやけどっていう話はしたんやけど。なるほどね、うんうん。なんか難しそうな顔されると、あ、大変なことを依頼しとんやって思ってしまうから、って、それだけが困っとるだけないけどって言ったんやけど。そういう時に私も同席するわ。そうそう。で、その人も言うと、だから分かる人に同席してもらって、信頼が置ける人に同席してもらうのがええで、まあ言ってみたいな感じで、そうなんやなと思って。復活されたのかどうかも分からへんわけよね、だから。そうそうそう。うん。うん、そう。その行動が難しいことを要求するのかが分からん。うん。そう。本当そう思う。うんうん。奥深いわ。見えやんから。そうやね、私今ちょっとした動画を作成したりもするけどすごい簡単なことをこんなことできるかなって聞いてきたり、うんうん、結構テロップ字幕入れるのってすごくめんどくさいんやけど、うんうん、なんかこれテロップ入れといてとかさらっと言われるとめっちゃめんどくさいんやけどなって思ったりとか、うんうん、だからそういうので私も難しそうな顔するときはあるけど、それは私の今のレベルで何時間かかるやろうとか、どんだけかかるやろうとか、やり方を考えとるから大事。うんうん、やり方考えとるだけやで。うんうん。なあ、その、あと、コーダーさんもすごいレベルの違いで、それもあるやろうし、うんうん。うん。そうやね。そうそう。うん、うん、うん。あかねちゃん、頑張ってください。もうちょっと頑張ります。うんうん。よかった。聞いてくれてありがとうございました。はい。ちょっと垣間見えて楽しかった。ね。うん。そう。ほんと、あれは楽しい。さっきの平均は楽しい。平均がちょうどいいってことか。あの辺ぐらいが。うん。あの辺ぐらいで終わっときたかったね。いや、でも、いや、うん。いや、うん。話すと長くなる。はい。ありがとうございました。では、また来週。さよなら。